サッカー J2 モンテリオ山形のホーム開幕戦を盛り上げようと、山形駅前大通商店街振興組合が15日、山形市の山形駅前大通りの街路灯に応援フラッグを取り付けました。応援フラッグの設置作業にはモンテディオ山形のクラブコミュニケーターを務める岡崎健也さんも参加。開幕するなっていう思いと、たくさんの方々がこう応援してくださってるなっていう思いを知れたので、すごくありがたいです。気持ちを込めて一つのボールにこうみんなでこう魂込めてゴールに向かってしっかり守って、あのスタジアムの皆さんと一体になって勝利をつかんでほしいなと思ってます。駅前から十日町角までのおよそ600メートルの区間に新調した35本の応援フラッグを掲げました。いよいよホーム開幕でワクワクしているところです。モンテの勝利は街の元気ということで、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。モンテ頑張れ。モンテディオ山形の今季ホーム開幕戦は16日、天童市の ND ソフトスタジアム山形で甲府と対戦します。